どうして今日俺はスティッチを着てるでしょうか。はい、ハゲを隠すためです。はぁ、やっぱ最近薄くなったね。病院行こうかな。やっぱやばいな、そろそろ。よし、今日は楽器の動画撮っていこうと思うんですけど、弾くのはちょっとね、1年ぐらい調律してないんで気持ち悪い。ツイッターでピアノに関する質問をいただいたので、それに答えていきたいと思います。撮ろう。もうハゲでいいや、もうハゲッチでいい。ハゲッチ似てねえ。今日はね、このピアノの鍵盤ではなくペダル。さあ、このペダルは何のために使うのでしょう。気になる人多いみたいなので、全部のペダル使ってみたいと思います。まずピアノって大きく分けると2種類あって、奥に長いタイプのグランドピアノと、あと縦に長いタイプのアップライトピアノ、この2種類だと思う。どっちもペダルは3種類あるんですけど、まあそれぞれちょっとずつ内容が違ってきます。どっちから行こうかな。こっちかな。では一個一個ペダル使ってみます。棒が邪魔だな。最初はこの一番右側のペダル。ピアノでペダルって言ったら多分この右のペダルだと思う。これダンパーペダルっていうペダルです。これ覚えといた方がいい。多分合コンで気候しぶれるから。このペダルを踏むとどうなるか。ペダルを踏んでる間は音が全部伸び続けます。この鍵盤を押さえているこの締めサバみたいなやつがこう持ち上がるので、弦を押さえて音を消すものが何もなくなるんですね。じゃあ次、真ん中のペダル使ってみます。変わらないですね。でも鍵盤を押した状態でペダルを踏むと、ペダルを踏んだタイミングで鳴ってた音が伸び続けると、これソステヌートペダルって言ったと思います。音大生に聞いても使ったことないっていう人がほとんどです。いや、それ使ってる演奏は見たことないぞ、俺も本当にない。じゃあ一番最後、左側のペダル踏んでみます。これは面白いよ。じゃあ試しに左側のペダル踏んでみます。壊れそう。左側のペダル、シフトペダルって言って踏むとなんか鍵盤がずれるんですね。まあ何が変わるかっていうと、じゃあ普通に弾いてみます。じゃあ踏んで弾いてみます。ちょっと音が柔らかくなったと思います。ペダルを踏むとハンマーがちょっとずれるでしょ。3本の弦にハンマーが当たって音が出るんですけど、ハンマーがずれるので弦3本のうちの2本しか振動してないことになりますね。だから3本それぞれに指当てて確かめてみます。お、これ鳴ってるね。これ鳴ってる。あれ、これも鳴ってる。次はアップライトピアノでやってみます。右のペダルはさっきと全く一緒です。踏むと、はい、真ん中と左側はグランドピアノとアップライトピアノで全然機能が違います。試しに真ん中のペダル踏んでみます。ぽよーん何やってんだ。真ん中のペダルを踏むとハンマーと弦の間に布がおります。なので叩いても間にクッションがあるので音が小さくなりますね。このペダル、なんだっけ、マフラーペダルって言います。最後、一番左のペダル踏んでみます。何が起こるでしょう。はい、離しました。もう一回踏んでみます。離す、踏む、離す、踏む、離す、踏む、離す、踏む。なん
から壊れるって。ちょっとだけハンマーが弦に近づくんですよ。離すと踏む、ちょっとだけ音が柔らかくなったと思います。これソフトペダルって言って、音を柔らかくまろやかにするために使われるペダルです。なんてトイレに例えるとさ、なんでトイレに例えるんだ。野球に例えればさ、もうこっからバット振ればさ、まあ遠くまで飛ぶけど、こっからバット振ったらあんまり力入らないでしょっていう感じで、今日はピアノのペダルについてちょっと動画を撮ってみました。本当にこれすごい役立つ知識だと思うけど、合コンでこれ受けた試しないです。